皆さんこんにちは、 DIY チャレンジの高です。今日はですね、台湾マジェスティの、フロントディスクですね、こちらの、交換にチャレンジしていきたいなと思います。ではですね、アングル変わりまして、早速ですね、使うですね、工具ですね、紹介していきたいなと思います。まあ、ちょっとね、初めてやる作業になりますので、まあ、過不足あるかもしれませんけれども、一応ですね、用意したのが、まずですね、こちらの、車載ジャッキですね。はい、こちらの車載ジャッキで、ジャッキポイントはですね、一応ですね、調べたら、こちらのところにですね、切り欠きがあって、ここでつけるみたいなんですけれども、まあ、フロントをね、アップしたいだけなので、この辺にね、ジャッキかけていきたいなと思います。で、傷つかないように一応こういったものをね、用意させていただきました。そして、車の車載ジャッキですね。はい。いう形になります。はい。それでですね、次はですね、次は、まあ、手袋ですね。それから六角レンチ。で、この六角レンチは、こちらのですね、ディスク、こちら六角になってますね。これ緩める用ですね。で、このヘキサゴンは、多分ね、この T30 ってやつだと思うんですけれども、ここのマイナスを外した後に、ヘキサゴン、六角じゃなかったような気がしますね。はい。で、ここ、このマイナスはですね、こちらのマイナス外すようですね。はい。で、それからですね、こちらが12ミリになってますので、12ミリ。は、こちらのラチェットを用意しました。で、一応ですね、これで硬い場合はですね、伸ばせるように一応トルクがかかるタイプっていう形でこういう形を用意させていただいてます。で、まあ、それでも硬い場合に、まあ、こちらトルクレンチなんですけれども、2分の1のトルクレンチになりますので、これにですね、8分の、3の、アタッチメントをつけて、これでも回せるようにということで準備してあります。で、それからですね、こちらのアスクルシャフトを抜くときに17になりますんで、まっすぐだとね、これ当たっちゃいますんで、17ミリこうオフセットしたものをこちら、用意しました。で、あとは、こちらですね、10ミリ、こちら10ミリはですね、こちらジェットタイプでもいいし、まあ、こうやって長いタイプでもいいし、どっちでもいいようにしました。そうですね。あとは、まあ、使わない工具いろいろあるかもしれない。この針金はですね、キャリパーがですね、外れた時にブラブラってならないように、ちょっと引っ掛けておくのに針金あると便利かなっていう感じですね。それから、ダッシュ用にブレーキクリーナーですね。で、それから、まあ、こういった硬く締まってるところ、ラスペネ、ですね。と、あと、そのライターで、炙ってですね、硬い場合なんかは、ロックタイトとかでね、緩み止め塗布してる可能性ありますんで、これと炙ってやれば外れるかなということで用意しました。で、それからですね、アスクルシャフト抜きますんで、こちらのグリスですね。はい。まあ、そんな感じですね。はい。じゃあですね、ちょっと早速の方やっていきたいのと思いますので、よろしくお願いします。ちょっとね、一人で撮影している関係で、手際の悪いところあるかもしれませんけれども、ご了承いただければと思います。はい。ではですね、早速作業の方進めていきたいと思います。じゃあですね、マイナスですね、マイナスの方で、こちらですね、緩めていきます。はい。ちょっと固めに締まってると思いますけど、グッと押しながら緩めていくと外れていきますね。はい。はい、外れますね。一応ね、こんな感じの、薄口のこういうネジが入ってますね。はい。はい。そしてですね、その中に、ですね、これは六角か。六角っぽいですね。六角ですね。六角、5ミリなのかな ?5 ミリかな。あ、5ミリですね。5ミリの六角が入ってましたね。はい。5ミリ、の六角で緩めていきます。はい。
そんな感じですね。はい。そして、はい。で、まあ、この辺まで緩めたら、あとはですね、こちらの12ミリと、こちらの、10ミリですね、緩めていきたいと思います。で、12ミリなんですけれども、ちょっと硬いですね。よっ。これで緩まりますね。よっ。まあ、こういうね、収縮タイプはね、非常に、トルクかけたい場合は、伸ばすといいので、便利ですね。私は結構便利に使ってますね。はい。そして、まあ、これもね、ラチェットでもいいんですけれども、たまたま手元で取りやすかったのがこれだったのがこれやってます。はい。で、これを外して、で、あとは、この2つですね。外すという感じですね。もう、ブレーキのね、ディスクローターが、なみなみになってますんで、まあ、結構限界かなっていう感じなので、ちょっと交換ね、していきたいなと思います。この辺のね、ブレーキのディスクローターなんかはね、結構 DIY でもね、チャレンジしやすい、部分かと思いますのでね、はい。はい。長さはね、上も下も同じですね。はい。はい。ですね、まあ、この辺まで、まあ、緩めるだけでいいかもしれないですけどね、ちょっとこの辺でね、一回、ジャッキアップね、していきたいなと思います。で、ジャッキはですね、車のね、純正ジャッキですね。で、こちらをですね、傷がつかないように、前の方に、セットして、で、手で上げれるところまで上げていくって感じですね。はい。そして、こちらのハンドル、こちらのハンドルで、こう上げていくって感じですね。もうちょっと上げればフロント浮きますんでね。ちょっと浮けばいいと思います。はい、こんな感じですね。今ね、フロント浮きましたので、はい。それでですね、今ここまで浮きました。はい。浮きましたので、あとはね、キャリパー外して、もう、スッと、フロントが外れてくるような感じになりますね。よいしょ。これもね、抜いて。あと、こちらのあれですね。これでもう、キャリパーはね、外れます。はい、外れました。こんな感じですね。はい。これでね、キャリパー外れました。でね、このままね、ブラーンとしておいても、こちらのね、ホースに負担がかかってきますので、まあ、私の場合はなんですけれども、こういったね、まあ、ボルトの穴をですね、利用して、で、まあ、負担がかからないようにですね、引っ掛けておくような感じですね。なんかうまいこと引っ掛けるところが、そうですね。ちょっと、ここでもいいか。この辺にちょっと引っ掛けておきますね。針金って結構便利ですよね。この辺にね、引っ掛けとけば落ちてこないですからね。はい。本当はもうちょっと針金長ければね、よかったかもしれないですけども。でね、パッドもね、外れてきましたけれども、パッドはね、まあ、ローターがですね、変摩耗してることによって、まあ、ちょっと段差は出てるんですけども、ちょっとペーパー当ててあげれば全然大丈夫かなっていうか、目はね、全然まだまだありますんでね。はい。はい、そしたらですね、あとですね、こちらの、
ケーブルですね、抜いてアスクシャフトですね、で外れると思いますんで、ちょっとですね、これをですね、回すのに、ペンチで、ウォーターポンプフライヤーかな、持ってきたいと思いますね。ちょっとアングル変わります。はい、今戻ってきまして、こちらのね、このね、ウォーターポンプフライヤー、こちら使ってですね、手ではちょっと回せなかったので、これをですね、回していきたいなと。これね、普通に掴むだけですぐ外れますね。はい、それで、このような感じで、はい、外れてきました。はい、こんな感じですね。はい、スピードメーターですね。はい、まあ、この辺ね、部品大事なので、なくさないように、そーっとしておきたいなと思います。はい、こんな感じですね。はい、あとですね、もうここまで来たらですね、キャリパーもフリーになりました。そして、もうアスクルシャフトですね、こちら抜くだけで、外れてくると思いますので、こちらはですね、17ミリ緩めていきたいなと思います。17ミリですね。17mm これですね。はい、でですね、こちらちょっと硬く締まってますんで、17mm の、そうですね、両方で締め、両方でこれをやってあげればできますね。これ浮かす前にここもちょっと緩めておいた方が良かったですね。はい、まあ、だけどこれで大丈夫だと思いますが、ちょっとよいしょ、浮かす前にね、これはある程度緩めておいた方がいいですね。はい、今ね、これ緩んできました。17ミリですね。両方17ですね。なんで、こちらのですね、やった時にですね、17ミリ両方、工具をね、用意しておいた方がいいですね。で、それで、あと、こちらのアスクシャフトが抜けてきますね。はい。ね、あとこちらですね、ちょっとコンコンって叩くのにショックハンマーあった方がいいですね。はい、じゃあですね、ちょっとショックハンマーが今、ちょっとね、探してきますね。はい、ちょっとね、ショックハンマーね、すぐ出てこないんで、ちょっとこれでですね、コンコンと叩いてあげたいと思います。これでですね、だいぶ出てきましたので、はい、ですね、あっちからちょっとですね、叩き出してあげれば、こちらはだいぶ出てきましたので、あとはですね、これでぐるぐるすればもう出てくると思います。17ミリですね。はい、これで、抜けてきますね。はい、またね、戻すときにグリスをね、ちょっと塗って、滑りを良くしてあげたいなと思います。ちょっと下からね、こう持ち上げてそれでね、抜いてあげたいと思います。よいしょ、これで抜けましたね。はい、そしたらですね、あとはもうこれでスッと抜けてくるはずです。はい、抜けてきました。このような感じですね。はい、じゃあですね、
ちょっとですね、こちらの工具がね、散乱してますんで、ここにですね、作業スペース用意しまして、それでですね、作業の方を、進めていきたいなと思います。じゃあちょっとアングル変わります。はい、そしたらですね、今、ちょっとね、作業するスペースを用意しましたので、こちらですね、ちょっと見ていきたいなと思います。はい、ですね、まずですね、こちらのディスク、ディスク名を見るとですね、かなりですね、この、もう凹凸といいますか、もう円盤がですね、削れてレコード盤のようになっておりますので、これをね、外していきたいと思います。外すときにですね、外すのは、はい、外すのはですね、こちらの六角を1、2、3、4、5、5箇所、緩めることで外れてくるようなんですけれども、このね、6箇所多分ね、緩み止めのロックタイトみたいなやつがね入ってると思いますんで、そのままでじゃねちょっと外れないと思いますので、まずねこちらのねラスペネ、こちらのラスペネを吹いて、それでですね、ちょっとね時間置いてですね、それでやっていきたいなと思いますですね。こちらのねネジはちょっと再利用しますんで、ネジを傷めないようにして、それでですね、これでちょっと時間を置いて、どうかなって感じですね。結構ね、業務用の浸透潤滑剤ということでですね、結構ねネジの緩めと多目的に使用できる、潤滑剤になっておりますんでね、はい、でこのくらい置いたらですね、今度は、六角で、これはどのくらいかな、6ミリかな、6ミリですね。これで、緩めていくような感じですね。はい、まあもうちょっとね、待ちたいと思います。はい、時間置いたんでね、ちょっとやってみたいと思います。まだ硬いですね。ちょっとまだちょっと硬いんで、ちょっとですねネジを温めたいと思います。このラスペネはですね、このライトで煽ってもね、直でボーンとかで発火するわけじゃないので、はい、ちょっとねネジ全体を温めることによって、だいぶ緩みやすくなりますんで、ちょっとね温めたいなと思います。ちょっとだけ熱を加えます。やっぱりね、冷えてるとネジも硬くなっちゃいますからね。ちょっとこれで温めて、そんなめちゃめちゃ温める必要はないと思うんですけど、ちょっとだけ熱を加えてあげて、カチカチの寒い状態をちょっと緩くしてあげるような感じで、これでやっていきたいなと思います。はい、じゃあですね、ちょっとこちらでですね、いいかなと思いますので、やってみたいと思います。立てた方がいいかな。それで、ゆっくりと回るかな。お、回りますね。さっき回らなかったんですけども、熱することによって、対角線上にね、緩めていきます。熱することによって、ネジがだいぶ、回りますね。無理に回してね、ネジを痛めてしまってもあれなので。はい、これで、よっ。よいしょ、回れ。硬いは硬いんですけど、熱することによって、いい感じになりますね。よいしょ。よいしょ。で、こちらも、よっ。はい、今ね、
5箇所緩めましたので、あとはですね、普通に、緩めていきたいなと思います。まあね、ある程度ね、外すところまで外したら、もうあとはどんどんね、もう取っていくだけなので、つけるときはね、対角線上に、きっちりやっていった方がいいと思うんですけど、外すときはそんなに神経質にならなくてもいいかなと個人的には思っております。はい、2つ目ですね。今この青いのが見えますけど、これロックタイトのネジ止め、緩み止め塗ってますね。はい、まあ、こんなとこね、緩んできたら大変ですからね。はいはい、そしてこちらですね。はい、こちら、まあ緩み止め塗ってますんでね、普通に無理くりしても、こういうのがね、曲がっちゃう可能性もありますんでね、そこは無理にやらないで、今みたいにラスペネ拭いて温めてっていうのがね、結構いいかなと思いますね。で、今ね、緩めたネジなんですけれども、結構こういう青いのがね、べったりと、ついてますんで、これネジ緩み止めですね。はい、なんでこういうのがついてますんでね、はい、無理には外さないって形ですね。で、ここまで来たらですね、スッと抜けました。はい、こんな感じですね。どうでしょう、こちらの新しいものと、比べてみますけれども、はい、こんな感じですね。はい、もう明らかに、まあ、ここの、ね、面は一緒なんですけども、ここの、ね、円盤のところがもうかなりくぼんでますからね。はい、このような感じになっておりますね。はい、はい、じゃあですね、こちらのですね、新しい方、組み付けていきたいなと思いますですね。もうこちらの穴のセットされるところに、合わさるようにつけていくっていう形になりますんでね。はい、じゃあですね、ちょっとですね、ネジにですね、こちらちょっとね、緩み止めのやつをちょっと塗布していきますんで、一回アングル変わります。はい、アングル変わりまして、あらかじめですね、ちょっと緩み止めの方を塗布してきましたので、こちらをですね、入れていきたいなと思います。まずね、手で締まるところまで入れるのは別に対角線上とかそんなに意識しなくてもいいんですけれども、工具を使ってね、締めるときには、対角線上を意識して入れていきたいなと思います。で、このディスク面がね、汚れてますけど、後でブレイククリーナーなんかでね、きれいにしますんで、今のところきれいにしてもまた手で触っちゃいますんでね、特にそこは気にしないでやっていきたいなと思います。手で締まるところまでですね、まず締めていきたいなと思います。はい、手で締まるところまで工具を使わずに、締めていきたいと思います。ではですね、ここからですね、対角線上にやっていきます。まずですね、本締めではないんですけども、縦で、緩く星型にやっていきます。はい、5箇所なのでね、で、ここをやって、そして、今度反対側の、下ですね。まだね、そんなにトルクはかけてないですけれども、でですね、ここからですね、本締めしていきたいと思います。グッ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 、そしてグッグッグッ、ここはちょっと緩いな、グッ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 と感じですね。はい、でですね、もう一回縦でですね、ちょっと本締めしていきます。はい、グッグッと
グッグッと、グッグッと、あの緩み止めをね塗ってますんでね、はい、これでこんぐらいでいいと思います。はい、じゃあですね、ここまでしましたらですね、こちらのもう、ローター、新しいものに変わりましたので、もうねこちらは用済みということで、新しいものをセットしていきたいなと思います。じゃあですね、セットするときはですね、先ほど外したのと逆の手順ですね。はい、こちらに、まずですね、こういったカラーですね。で、まあ、カラーなんですけども、ちょっとですね、一回このままつけるんじゃなくて、この辺をね、一回お掃除して、グリスアップしてから組み付けていきたいと思いますので、一回ね、アングル変わります。はい、今ですね、こちら、まあ、グリスね、塗ってきました。で、グリス塗るところまでね、映像にすると尺がね、長くなっちゃいますんで、今塗ってきました。で、結構ね、綺麗になって、赤いですね、アスクシャフト用の、グリスですね、ワクオケミカルさんのやつを塗ってきた感じですね。なので、ここからですね、組み付けていきたいと思います。じゃあですね、あとは逆の手順になりますね。はい、そしたらですね、こちらタイヤですね、ちょっともうちょっと高い方がやりやすいですね。よいしょ、もうちょっと高く上げて、まあ、こういった時にね、リフトなんかあれば早いと思うんですけれども、この辺まで上げて、あとですね、これで、こちら元通りに組んでいけば OK って感じですね。はい、こんな感じですね。はい、そしたらですね、あとは高さを合わせて、OK ですね。もう原付き2種なんでね、タイヤもね軽いですからね。これがね、もう排気量とかがね多くなってくると本当に重たいですからね、あれ大変ですけども。で、あとは、先ほど抜いた、アスクルシャフトですね、こちらを入れていきたいなと思います。よいしょ、回しながらね入れていくとスススッと入ってきますんで、じゃあですね、ハングルの方変わります。はい、じゃあですね、こちらの、キャリパーですね、パッドを、ね、入れていきたいなと思うんですけれども、ピストンを戻すときに、ピストン戻しツールもあるんですけれども、まあ、今回ですね、ピストン戻しツール使わないパターン、こちらでもですね、小排気量のこういった小さいピストンでしたら戻せますんで、そちらの方をですね、ちょっとやってみたいなと思います。まずですね、パッド、まあ、再利用するパッドでもいいし、古いパッドでもどっちでもいいんですけども、こちらのパッドをですね、入れます。入れます。はい。でですね、まあ、あんまり新品すぎるとね、1枚、もう、傷ついちゃうんでね、おすすめしないんですけども、パッド交換の時なんかはね、古いパッドを使うといいと思います。はい、まあそうですね、こんな感じで、適当でいいですね。こんな感じでいいか、うん、まあどんなんでもいいんですけども、でこの隙間にですね、ちょっとマイナスかなんかでこちってあげて、グイグイっとやるとちょっとピストン動くんですよね。ちょっとここが動いたので、それぐらいでいいかなと思いますね。はい、であんまりこれ戻しすぎると片方がねグッと浮いてきますんで、両方均等にやるにはパッド入れると、ちょうどいい具合になるかなと思いますね。はい、それでですね、じゃあこちらの方、やっていきたいなと思います。
はい、そしたらですね、これからパッドセットしていくんですけども、こちらのね、円盤がね、ちょっと汚れた状態ですので、ちょっとですね、こちらの方をですね、先にね、脱脂してから、パッドの方をですね、きれいにしていきたいなと思います。で、脱脂はですね、こちらの、ブレーキクリーナーですね、こちらに、きれいな面の、ところをですね、シューッとこういう風にして、で、こちら、ディスク面、油をね、取っていきたいなと思います。これをしとかないと、油がついてるとね、ずーっと滑っちゃいますんで。よいしょ。こんな感じですね。はい。もうちょっとですね、きれいな面で。全体的に油を取ります。はい。だいぶね、綺麗なように見えても、汚れてることがありますんでね。はい。まあ、こういうふうにね、直接こういうふうにして、で、あと最後、さーっとしちゃってもいいと思います。はい。これぐらいでいいと思いますね。はい。はい。そしたらですね、こちらのね、キャリパーをですね、組み付けていきたいなと思います。じゃああとはですね、パッドを、はめていくような感じですね。本当はね、こちらね、ペーパーですね、ちょっと当てた方がいいんですけども、これぐらいだったらそのままで当たりも自然についてくるかなと思いますんで、このままいきたいなと思います。はい、じゃあですね、今パッドをセットしました。で、ちょうどですね、こちら、ここの間にですね、ディスクを入れていくっていうのがちょっとね、すんなりいかない時もあるんですけども、ちょうどですね、この間に、よいしょ。この間に、ディスクを、入れ込むような感じですね。はい、あ、入りましたね。はい、入りました。で、あとはですね、入ったら、あとはちょうど合う位置に合わせて、ボルトをつけていけば OK ですね。はい。で、こちらのボルトはですね、上も下も関係ありませんでしたので、まずね、上のところから手でセットしていきます。はい。で、次は下ですね。こちらの下セットしていきます。手で締まるところまで、締めていきます。はい、よいしょ。よいしょ。で、まあ、ここを締めたらですね、あとこちらのスピードメーターのね、ケーブル、こちらもですね、入れていきたいなと思います。まずですね、よいしょ、スピードメーターのケーブルを、このように入れていきます。そして、こっちで締め込んでいきます。はい。これもですね、手で締まるところまで締めてって、そして、最後ですね、キュッキュッって形で、締めてあげればいいかなと思いますね。はい。これですね、あんまり強く締めすぎないような感じで、キュッという感じでいいと思います。で、こちらもですね、12mmもうですね、そんなに強く締めなくていいと思います。手で、ある程度。まだ手でいけますね。よいしょ。
ラチェットでもいいですね。まだ手でいけますね。グッグッとグッグッという感じでいいと思います。であとこちらの10ミリですね。こちらの10ミリを、締めます。はい、こちらの10ミリが、今締まりました。はい、こちらもですね、ググッという感じでそんな強く締めなくていいと思います。であとですね、こちらですね、はい、そしたらですね、あとですね、こちらのブレーキのキャリパーのピンをですね、戻していきます。これも手で締まるところまで締めて、あと、六角で、締め込んでいきます。はい、で六角でですね、ある程度閉まるところまで行ったらですね、この蓋になるところですね、こちらの、マイナスですね、こちらのマイナスも手で閉まるところまで、締め込んでいきます。はい、で、マイナスですね、これまあ二重構造になってますけど、あんまりねこう強く締めすぎるとネジ舐めちゃいますね。ググッという感じでいいと思いますね。でここも締めました。あとはアスクルシャフトですね、こちら本締めすれば OK って形になりますね。はい、でアスクルシャフト本締めするのにね、もうジャッキ緩めちゃっていいと思いますんで、着地させます。はい、今着地をさせるところですね。でこれで着地しました。はい、で着地しましたらですね、はい、もっと完全に着地しました。で着地しましたら、17ミリですね、17ミリが2つなので、こちら、1717で、締めます。よいしょ。で、ある程度締めたらですね、トルクレンチでカチッっていうところで、でカチッって言いましたね。でこれで OK ですね。はい、こんな感じになりますね。まあ以上ですね、簡単ではありますけれども、こちらのですね、ブレーキの、ディスクローターこちらをですね、まあ、DIY で、交換してみましたっていう、動画になります。皆さんもですね、特にですね、まあ、専門的な工具使わずに、できる作業になりますんで、まあ、自分のですね、愛車、のですね、こちらの、ディスクローター円盤がですね、もうちょっとだいぶお疲れ気味だよっていう時にはですね、ちょっと交換チャレンジしてみてはいかがでしょうか。以上ですね、今日は、タイアンマジェスティ 125cc の、マジェスティですね、ヒューレインジェクションモデルの、フロントの、ディスクローターを交換してみましたという動画になります。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またですね、新しい動画でお会いできればと思います。ありがとうございました。